愛媛の思わず見たくなるような生き物を紹介するこのコーナー。今回のキーワードはアニマル、どこだ。24のクマ、どういうこと。謎的ですか。まず取材班が出会ったのがこちらの高校生。ちなみに皆さんお揃い真っ白いですけれども、クマではそりゃそうですよね。その後も一緒に考えてくれた皆さん、ありがとうございました。続いて出会ったのは24おしゃれスポットが好きだという4人組はキーワードを見てある場所を連想したそうで、ここはカフェ、クマのカフェ。教えてくれたのは大街道にある小熊のカフェ。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。いや、お店の中も白で統一されたおしゃれな空間です。早速聞いてみてちょうだい。ここにアニマルはいますか。います。います。ちなみにそのアニマルはどんなアニマルですか。白いクマさんが寝ているんですけれども、大変お待たせいたしました。はい、どうぞ。ほんとだ、クマが寝てますね。寝てます。フルーツ畑の真ん中ですやすやおねんねしているクマさんがいるじゃないですか。クマちゃんが炙られていきます。いただきます。ちょっとちょっと木和田さん、そんなのんきに食べて。キーワード24のクマですよ。取材を続けてくださいね。確かに白いクマだったんですよ。キーワードが24のクマ。はい。このクマちゃんですか。違います。違います。違います。ここのお店24個クマがいるとかでもない。ないです。美味しかったんだけどな。思い浮かぶものありませんか。ちょっとこのクマの文字が雪、そう、もくもくで雪っぽいので。確かにそうですね。クマスキーランドとかどうでしょうか。クマ、あ、ベアじゃなくて、あ、ベアじゃなくて、はい、場所で。クマスキーランドにやってきました。真っ白なゲレンデ。さあ、ここにもくもくのクマ、24のクマいるんですかね。ここにアニマルはいますか。います。います。はい。クマがいますか。はい。ここに、はい、どこにいますか。あちらに。どこ。
ゲレンデを滑りながら登場したのは、クマスキーランドの公認キャラクター、マックスです。24のクマですか？違います。3年、そうか。ただ、マックスが同じ仲間で24に該当するアニマルを知っているとのこと。トベ動物園ならいるかもしれないと。トベ動物園？あ、あれ、24、もしかして。そこにいたのは真っ白のホッキョクグマ、ピースです。24のクマっていうのはもしかしてピース？ピースですね。あ正解ですか？正解です。やったこの24っていうのは、うん、これはね、去年の12月2日、ピースの誕生日なんですけど、その日で24歳になったっていうことです。去年24回目の誕生日を迎えた時のイベントでは、大きなケーキをプレゼントしてもらったピース。全国からおよそ400人ものファンに祝ってもらいました。飼育員の高市さんは、ピースにはこの1年、名前のように一日一日を平和に過ごしてもらいたいと願っています。まあもう変わらずね、マイペースでまったりと、自分のもうペースでね、過ごしてもらえたらなと思います。24のクマ、見つけた。地元を愛す。いい